んにちは、和田康美です。今日の姫ご飯はかまぼこの飾り切りを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。でまず最初に、かまぼこは板から外していくんですけど、こう垂直に置いて包丁を入れて外してあげてください。でまず使う厚さにかまぼこを切ってあげて、で最初に作っていくのはこの日の出っていう切り方ですね。この上の方にポイントを置いて、でジグザグジグザグって切っていく感じです。はい、できましたね。美しい。なんで、厚みは好きなような厚みで、あとは上の方を重心に置いてジグザグに切っていってあげてください。で次は手綱です。で手綱を作るときはだいたいかまぼこを1センチ、1.1センチぐらい、ちょっと太めにしてあげて、でピンク色の部分を、切ってあげて、であとは真ん中に切れ目を入れてあげて、でそれをくるってやってあげるだけで美しくなりますね。はいはい、美しいですね。手綱完成です。で次に作っていくのは松葉ですね。これおめでたい時に、なんでそのお正月とかね、おめでたい時に作ってあげると良いです。で互い違いに切ってあげて、で、こうやってねやってあげるだけで完成です。で最後は結びですね。結びもなんかね、言葉の通りですよ。結びなんでおめでたいんですよで真ん中に最初切れ目を入れてあげて、あとは互い違いに切ってあげて、で、片方を中に入れて、で反対にねくるってひっくり返してあげて、反対側も中に入れてちょっとキュッて引っ張ってあげて完成です。はい、こんな感じで飾り切りができたので、お雑煮とかね、あとおせちとかに使っていただければなと思っております。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。